今回はロアッソの下部組織出身、プロ2年目の島田慎太郎選手。背番号39にはある人の強い思いが秘められていました。皆さんこんばんは、 DJ コバです。それでは9月の試合を振り返ってみましょう。9月最初のリーグ戦では終了間際、島田選手のパスに田中選手、いいスタートを切ったものの、京都戦では引き分け、さらに福岡戦では4試合ぶりに黒星、続く金沢戦では終了間際になんとか追いつき、現在順位は15位、残りは8試合です。今回はロアッソ熊本生え抜きの選手、島田慎太郎選手に迫ります。背番号39、益城町出身の島田慎太郎19歳。中学生の頃からロアッソの下部組織でトレーニングを積み、昨シーズン J リーグデビュー、プロ2年目です。お疲れ様です。お疲れ様です。最近調子いいですね、島田さん。まあ、はい、まあ昨年の途中ぐらいからですかね、スタメンでこう出るようになって、まあその時と今との比べるとやっぱ心境とちょっと違います。今年はまあスタメンずっと最初から出れてるんで、うん、やっぱり責任っていうところはまあ出てきましたね、うんうん、素晴らしいね、はい、まあロアッソ熊本のジュニアユース、そしてユースでトップチーム昇格と。熊本育ちってこうなんかこう誇りみたいなのってある？まあ、自分が生まれ育った地なので、そこでプレーできるのはすごい誇りに思いますし、まあ、いろんな人が見てくれていると思うんで、まあ、このエンブレムをつけている限りはチームのためにしっかり戦っていきたいなと思います。今シーズンはスタメンも増えて将来が楽しみな19歳。実は背負う番号39には現在コーチを務める北島秀明元選手の強い思いが隠されていました。まあ、僕がまだ現役だった時に彼が高校2年生でトップの練習来て、で、まあ、まだ全然もう線も細くて力強さも全然なかったんですけど、まあ、僕がもう個人的に惚れ込んだっていうかね、この才能はすげえなみたいな感じの思いがね、強かったんですよね。だから引退するときにちょうど僕の隣にいたん で、そこで慎太郎その思いを伝えて、39番来てほしいんだよねっていうのを、個人的には熊本で39番つけてプレーしたけど結果残せなくて、39番が成仏してないと。だから慎太郎の活躍で39番の北島を成仏させてくれっていう思いでいるんで、今の活躍がすごく嬉しいです。どう、背番号受け継いだっていう、あんま気にしたくない？いや、まあ、ちょっと気にしますね。気にする？39番。はい、まああんな偉大な方の背番号をもらえたっていうのは、そんなでも偉大じゃなくないですか？偉大じゃないですかね、はい、あんま偉大と思ってないでしょ。まあ正直あんま分かんなかった、うん、知らないよね、はい、だからそんなね、別に偉大じゃないですよ。いやいや、リスペクトはします。してる、はい、俺がもっと偉大になるぜって思ってるでしょ。正直思いますでしょ。だからもうちょっと背番号じゃ何番がいい？本当は10がいいです。10番。ああいいね。じゃあ薮君から取っちゃいなよ。来年取っちゃいます。取っちゃう、はい。そんぐらいね、続きでいいと思うよ、はい、うん。まあ、残りシーズン、はい、わずかとなってきましたが、今シーズンのこう目標、自分の中の目標ってありますか？まあ、シーズン前から目標に立てていた2桁得点っていうのと、まあ、チームがプレーオフ圏内に行くっていうのは、まあ、目標にしてます、うん、まだまだチャンスあるからね、はい、そうブレずに、はい、あと怪我せずに、そうですね、頑張ってください。頑張ります。 OK、 ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。